はい、街歩きしますと言ってももうほぼ撮り終わったんですけど、おまがやさんまだやってないのかな。Can I order? Can I order? Two hamburger. Two hamburger. And ice coffee. なんか知らないんですけど、1個買ったら1個無料なんですね。30ペソなんですけど、2個買って62、コーヒーが22で82と思ったら、1個買ったら1個無料みたいな。これ前もこういうところで食べてる時そうだったんだよね。うん、なので今のでハンバーガー2つにアイスコーヒーで52ペソで、ハンバーガー屋の隣というか横の道を抜けるとビーチなんですね。裏のビーチですね。なのでなんていうかな、今のサンドラインもこのビーチを使うのであればすぐ近くですね。歩いて5分とか、歩いて5分も行かないな、歩いて5分くらいかな、3分4分。入ろうと思ったら入れますよね。でも船とかいっぱいあって危ないですよね。泳ぐビーチじゃない感じですね。ちょっと涼しくなったはいいんだけど、雲行きが怪しくなってきましたね。うん、やっぱこっちのビーチはリゾート感があっていいですね。うん、
あ、もうこの秘湯感がやっぱたまんない。自分は秘湯をこういうヤシの間をこう縫って歩くというか、この通り沿いで麻耶瓶までのチケット売り場があるんで、ユースみたいな小屋みたいな、なのでこのビーチサイドに撮ってるとほぼそんなに歩かなくても、うん、宿屋にたどり着けますね。こういう基本砂なんで結構スーツケースで来る人は厳しいですね。まあ、転がそうと思ったら転がせますけどね。やばい。あ、この風といい。ビーチの一つですね。ここが、麻耶瓶までのボートチケット売り場ですね。うん、ここまで来ると、分かりにくいんですよね。来るときはここら辺か、もうちょっと向こう側で適当に降ろしてくるんですけど。うん、このね、ザクザク感がたまらない。砂のこことかも完全ビーチフロントですから。あ、でもなんかこのソファーからしてちょっと値段はいきそうな感じですけどね。そこからビーチに入れるし、やっぱいきなりこうなんて言うんだろうな、深いビーチになってるんで、なんて泳ぐにはちょっとですよね。リゾートとして、そういう意味ではボラカイは理想的なビーチですね。砂浜が結構、ビーチが結構幅があって、で、まあ、遠浅ではないけど普通に、50メーターぐらい、30メーターぐらいか行ったところでちょうど足がつかなくなるみたいな。やばいぐらい。ダイビングショップがあるからいいスポットがあるんですよね。モアルバールは有名ですけどね。これだけビーチ沿いにダイビングショップあるということはかなりいいポイントがあるんじゃないですかね。また裏にもすごい建築してるんで、ここはでもどうですかね、なかなかツーリストは来にくいとこですからね。ジョイントチケットといっても、バスで5時間以上かかりましたから、まあいろいろバスターミナルを経由したんで、まあ、それでなくて一直線で行っても4時間半以上、5時間ぐらいかかるんじゃないですかね。5時間弱とか。それに乗ってここまで来て、まあ、そこそこいいボートでも出しても、基本は来るのに6時間、トロイドだけで。
疲れますよね。